ジャパンライフの元会長が逮捕されたということで、いくつかのマスコミの方からぜひコメントをというご依頼がありましたので、こういう会見という形でこのことについてコメントを述べたいというふうに思います。まず何よりですね、本当に遅きに失する逮捕だというふうに思いますが、やはり逮捕というふうになったのは泣き寝入りをせずにですね、戦ってこられた被害者の皆さん、そしてそれを支えてこられた弁護団の奮闘があってこそのことだというふうに思います。で、この逮捕された山口氏は、マルチ商法を過去にも繰り返してきた、本当にマルチの有名人なわけですよね。ですからまず何よりもですね、やっぱりこの2000億円とも言われる被害を生んだジャパンライフだけでですね、ジャパンライフだけで2000億円もの被害を生んだというですね、この預託商法そのものをやっぱこの機に禁止すると、現物もないのにですね、あるかのごとくその商品のオーナーにするっていうのがジャパンライフのやり方でしたから、この預託法の抜本的な改正っていうことをですね、踏み切らなければならないっていうのが第一に指摘しなければならないことです。そしてこの被害を拡大した大きな原因は、政治家を最大限利用して、信頼できる会社なんだと思い込ませて被害者を増やし続けたっていうやり方です。で、特にですね、桜を見る会の招待状がジャパンライフ本社の住所宛てに、で山口会長の名前で、送られたと。これが本当に最後の荒稼ぎですよね、ジャパンライフの。もう自転車操業で回らなくなっていて、もうどうやって店じまいするかっていう時に、この桜を見る会の招待状が最大限利用されて、最後の荒稼ぎを許したっていうことは、非常に重い事実だと指摘をしなければなりません。私も桜を見る会の追及本部で愛知県の被害者の方に直接会ってお話をしましたけれども、何人もの政治家の宣伝物が、ね、あるわけですよ。だけど一番その分かりやすいのは安倍総理の桜を見る会だったと。誰もが知っている安倍総理で、誰もが知っている桜を見る会、ああいう場に招待されているんだ、これが信用するですね、大きな原因になったっていうことは、追及本部に来ていただいた被害者の方や弁護団の方からもですね、繰り返し指摘をされていました。ですから菅総理は、今後ですね、桜を見る会の、当面ずっと中止するということで、あらゆる疑惑に蓋をしようとしていますけれども、今回の逮捕を得てですね、受けてですね、また改めてなぜそういう招待状の利用のされ方を許してしまったのか、なぜ、ジャパンライフ会長宛てに、招待状が送られたのか、これは政府としてやはり徹底的な真相の究明が求められているというふうに思います。で、特にですね、これは総理が推薦したことによる、総理あるいは総理関係者の推薦による招待状の送付でしょうっていうのは、私も委員会で配布しましたけれども、この招待状に付されたですね、小さくてごめんなさい、受付表に付された60という番号から始まるものは、これはもう総理推薦なんだっていうことを私は国会で証明しました。11月25日行政監視委員会の質疑の中で証明をしました。使ったのは政府の資料そのものです。それを使って証明をしました。私のその証明に対する反証は未だただの一つも行われていません。物がないからわからないというだけで反証になってません。で、その後も追及本部のメンバーの議員の皆さんが公文書をもうですね、改めて公文書館にも行って、歴史的にも60で始まる番号は、官邸、特に総理が関わる正体だということを繰り返し証明してきました。なぜこれの反証しないのか。で、この問題はこれが被害を拡大させたっていうだけではなくて、こういう大物政治家が絡んだことによって、消費者庁の捜査の、消費者庁の指導監督のですね、行政監督の手をこう緩めさせたんじゃないのか、遅らせたんじゃないのかっていう疑惑も、
国会の中では指摘をされているわけです。ですからなぜ送られたのかという問題と、消費者庁の対応が忖度を生まなかったのかと、この二重の、徹底的な真相究明が求められているというふうに考えます。私からは以上です。はい、ご質問がありましたら。NHK の並木と申しますが、今回、再調査というか調査を求めていくという中で、菅総理はですね、当時、菅官房長官としてこの案件に関して答弁何度も語られてきたと思います。そういう方が総理でなかなか再調査するっていうのは、ちょっと考えづらいのかもしれないと思うんですが、そのあたりいかがお考えでしょうか。そうなんです。すでに中止っていうふうに、ね、決めて蓋をするっていう姿勢が見えですし、官房長官時代の答弁というのも、私は嘘も含めてあるだろうと、総理が1000、ね、招待してたって、それはもう今の60の番号から言って1000じゃないっていうことは、これも私たちは証明をしてきたわけで、こういう方がですね、本当に真相究明ができるのかといえば、それは私は求めていきますけれども、相当にそれは蓋をしようとするだろうと思います。だからこそ、やっぱり政権交代で、この安倍政権の下で、特に進められてしまったですね、忖度政治であるとか、政治の私物化であるとか、これはもう政権交代した政権が徹底的に究明して、二度と同じことが起こらないようにするという仕事をしなければならないというふうに考えます。私たちも主犯指名で枝野幸男と書きましたから、本当に政権構想を協議やってですね、新しい政権作るということで、野党の共闘を進めていきたいと思います。はい、安倍さんは総理を辞めたわけですね、一議員になったわけですけれども、この問題で、安倍元総理に求めて一日も早く回復をして、答えていないことに議員として答えるべきだと。総理を辞めたから終わりにすることはできない問題ですし、安倍晋三後援会が絡んでるのは明らかなんですから。で、安倍晋三後援会が桜を見る会に招待した、いわば大切な後援会の名簿ですよね。どういう扱いをそれぞれの方々に対してやってきたかっていうのを、政治家がですね、捨てるなんてことはありえないんですよ。安倍晋三事務所にも招待した人の名簿がないなんてのは完全な嘘だと思いますので、これは議員としてそういう地元の事務所で何が行われていたのかっていうことを国民の前で、あるいは国会でも説明する責任はあると、これ求めていきたいと思います。はい、すみません、テレビ朝日ですけれども、共産党としては国会を開いてこの問題通知していきたいと考えられるでしょうか。とにかく菅政権に対してはまずですね、こういう安倍政権の負の遺産も含めてどうするのかっていうことをきちんと国会の場で説明をして、で、私たち野党にも十分な質疑時間を取って質問を受けるということは一日も早くやるべきだと思います。今日たった3日で国会が閉じられてしまうわけですけれども、一切記者会見以外はですね、国会の場で何も語らずに終わるわけですから、これはこの、不祥事、桜を見る会も含めてですけれども、ありえないことですね。本来は一日も早く開会をして、ぜひ、この負の遺産も含めた説明と、私たちの質疑に対する答弁を求めたいと思います。はい、なんですけれども、日経新聞ですが、この安保法から5年ということで伺いたいんですけれども、日米の外交当局間の公言で、日本の軍隊は特定の条件の下で同盟国への攻撃に対することが認められると伝えていたことが明らかになりましたけれども、安倍前首相はもともと米国の戦争には含まれないというふうに発言しておられたわけですけれども、その整合性についてどうお考えでしょうか。やっぱり安保法制の最大の目的がそこにあったんだってことを裏付けるような文書が出てきたと思いますね。アメリカ軍と共に行動し、アメリカ軍が、攻撃を受けたときにいかに自衛隊がアメリカ軍と一緒に武力行使ができるかと、これは可能にするために集団的自衛権を合法だと言い張って安保法制が作られたってことになりますから、そうですね、そこの狙いが、改めて明らかになったし、ただ国民の戦いで相当そこを抑え込んできている、
ただまあ演習では相当にそれを想定した自衛隊の演習が行われていると思いますけどね。だから改めて安保法制そのものの違憲性ということもぜひ議論していきたいと思います。関係者ですけども、自民党の関係者はですね、これは連休で忘れるというふうに語っていたともされますけれども、このことについては連休で忘れてしまう、このことについては受け止めます。すでにそういうわけですね。桜も年を越せば忘れると言われましたけど、重大事態をそうやって国民が忘れればなかったことにできるっていう、これが安倍政治7年8ヶ月の悪しき慣例に自民党の中に刷り込まれていますよね。非常にそういう政党がこのまま政権を担い続けるのかということに対して、私は危機意識を強めているところですね。はい。それはちょっと捜査当局に聞かなければということはあるんですけれども、ただやはりですね、国民の中にもこの問題があやふやなままに終わっていいのかっていう疑念は相当ありますよね。それからやっぱり被害者の皆さんが本当戦ってこられて、これがそのままで済まされてしまう問題なのかということに一定捜査当局もやはり答えるという姿勢を見せたんだなというふうには思います。はい。まあ期せずして四つ葉ホールディングスの淡路さんも、桜を見る会の関係だっていうことで取り上げて、まあ、別件ですけど逮捕と。で今回も桜を見る会の関係でやはり問題が指摘されてきた、人物が逮捕ということですから、本当に安倍政治の、犯してきた罪ですよね。そのことについて一層政治の場での決着をつけなければいけないなと受け止めてます。はい。私に聞こえましてしまう予算法の改正ということですが、これは共産党として今もうそういう方針を求めていく方針で、そうですね、国会質問の中でも私たちだけでなく相当予託法に穴があるから被害が繰り返されているんだと、現物が明らかにないのにないものを商品とするってことが許されるのかってことなんですよね。そんな商法が成り立つのかということですから、ここに対しては禁止に踏み込むような改正が必要だとに考えます。はい。立憲民主党とかとも、そうですね、ぜひ連携していきたいです。このジャパンライフの問題では立憲民主の方や当時は大西議員はどちらの党だったかというのがあるんですけど、いくつかの野党がやはり同じ立場で予託法に穴があるという立場で質問していますので、これはぜひ野党の共通的な認識にもなっていくというふうに考えます。よろしいですかね。はい、ありがとうございました。